すごいですね。さあ、ちょっとなんか若干雰囲気違う。これは壊せないか。ここは壊せる。うん、ここはやばいね。少し残しておいて、やっぱこういうのは壊す。おっと。あったあった。ちょっと体力注意ですね、はい。はい、どうも皆さん、こんにちは。チャオリンゴと言います。Nintendo Switch で遊べるダウンロードタイトルなどを中心に本日実況をしております。YouTube のチャンネル登録やニコニコのフォローなど良ければお願いいたします。じゃあですね、今日やっていくのはこの Steam World Dig っていうゲームになります。リリース自体はね、Switch 版リリースは最近なんですけど、まあ作品自体のリリースは結構前からあって、まあ PS4 とかあとはね、3DS でも遊べるらしいです。まあ、どんなゲームかというと、ちょっと今公式サイトを見ると、まあ、スチームパンクな世界観で、鶴橋片手に掘り進めということで、地底の謎を解き明かせ、うん、地底発掘アドベンチャーってことなので、掘って掘って掘りまくるゲームらしいですね。うん、楽しそうですね。うん。で、任天堂スイッチ版の特徴として、まあ、これも公式サイトにあるんですけど、テキストを一新してるんで、まあね、そのプレイ済みの方も、まあ、未プレイの方も、ちょっとね、新しい気持ちで楽しんでいこうって書いてありますね。で、このローカライズとかをちょっとね、今回やってるのが、まあ、スイッチのダウンロード作品では結構ね、まあ、名前聞くこともあるんですけど、フライハイワークスさんがやってるんで、まあね、このスロットショットでも、例えば、カミコとかね、ゴルフストーリーとか、ちょっと、関わった作品やってますけど、特にゴルフストーリーとかはすごいテキストが良かったんで、そういうところもね、ちょっと期待していきましょう。じゃあ行きましょう。まあ、掘って掘って掘り進むゲームということで、まあ僕掘るゲームだったら、あとはね、すごいミスタードリラーっていう、まあ昔ナムコが出してたパズルゲームが好きなんですけど、最近はね、ゲーセン行くとやっぱり100円入れて時たまやっちゃうんですけど、本当にね、最近腕が落ちてきてね、まあちょっと悠々しきことなんですが、はい。では、どうしよっかな。スタートからもう行きますか。お、スロット A。うん。OK。じゃあ、スロット A で。あれはダンブルウィードでしたっけ？めちゃくちゃなんか大きかったけど、うん。おー、結構迫力ありますね。お？さて、お、もう落ちてしまうのか。主人公はラスティですね。グイテテテテと。おお、喋ってますね。うん。厄介なところに入り込んでしまったと。簡単には引き返そうにないぞ。おじさんの鉱山の一部なのか。おお、ランプが消えてしまう前に出口を見せた方が良さそうだな。おお、怖いですね。お、誰か来ました。ドロシー、はい。ちょっと目が怖いな、なんか。微妙にオッドアイかな、うん。天井が崩れちゃったじゃない、はい。この鉱山の禁止書が送られてきててね。うん、その理由を知るために、このダンブルトンの鉱山にやってきたんだ。ジョーさんなら最近しばらく見かけてないけど。はいはいはい。あ、ジョーさんいたか。ちょっと不穏な空気ですが、まあ女王さんを探せと。とりあえずは普通に操作できますので、話す場合は上か。 OK、 脱出経路がないか探してみる。おじさんはどこに。なるほど。今の炎みたいに撮ると、多分右上のライトみたいのが更新されてるっていうか、これか。なるほど。ちょっとおじさんは、死んでしまっていたかってところですが。うん。まあ、どうして権利書を送ってきたのかっていうところですね。うん。オッケー、じゃあおじさんの吊り橋をもらっていこう。ほう。これで掘ることができます。ほう。オッケー。ちょっと落ちるの怖いんですが、まあ、ドロシーに話しかけましょう。うん。それを持ってるとあなたもそれっぽく見えるわ、と。なるほど。扉を開けるレバーが、まあ、
そうですね、主人公落ちた時の衝撃みたいな、土砂に埋もれてしまったそうだと。レバーを引くためには土砂を取り除かないといけないのは、レバーを探せですね。で、ちょっとマップが出ております。これってさ、お、すげえ、どこでも掘れるんだ。はあ、すごいですね。まあね、ちょっとオープニングあたりというか、まあタイトルあたりでは、掘るゲームとしてミスタードレアの話しましたけど、僕ですね、小学校時代にね、風雷の試練のね、まあそれこそ64版をすごい好きでやってて、で、やっぱりね、今思うとそんなにね、まあいろんな方法が他にもあるから、有用性はそこまでないんですけど、ツルハシたくさん合成して作れる、サトリのツルハシっていう壊れないツルハシがあるじゃないですか。あれがね、楽しくて楽しくてしょうがなくて、子供の頃ね、何が楽しいのかよくわかんないけど、ずっとあれで壁を掘ってたんですよね。まあ、そんなね、遊び方をしてるとね、多少年を取ってからね、マインクラフトをやっても何の理由もなくなんか壁を掘りまくったりしてたんですが、まあ、そんなこと言ってたら、OK、着きました。でさ、これどうやって戻るのって話なんだけど、あ、壁キック何これ、B プラス、わかんない、B プラス、あ、わかったわかった。方向キーか。うん、わかったわかった。一瞬何のことがあんだった。で、こうやって移動できると。あ、よかった。びっくりした。どうやって移動するのかなと思ったけど。うん。壁キックは簡単です。ボタンのタイミングはそこまでシビアじゃないんで。さて、ちょっとライトが不安ですが。さ。これで一回上に戻ろうか。ほう、ここか。どうし、どこ行った？うん、さっきの仕事ぶりなかなかだったわよと。鉱山の新しいオーナーになったのよねと。応援してるから頑張ってね。おー、鉱山を持ってくるとお金に換えてくれるそうですね。で、たくさん鉱山資源を、鉱石資源ですね、持って帰ってきてくれたらこの地はまた発展するわと。うん、なるほど。名前をちょっとも知ってましたが、ドロシー。オッケー、素敵な功績をたくさん手に入れてきてね、と。というわけで目標が決まりました。ちょっと話聞いてみましょう。おお、なるほど。うん。まあ、ジョーさんが死んでしまったことは、ローラもショックだと。うん。まあね、うん。血は繋がってるからね。血は繋がってるってごめんなさい。今僕言ったんですけど、これロートだよね、と思っちゃったんですけど、うん。というわけなので、頑張れって話ですね、はい。クランキー。みんな俺のことをクランキーと呼んで、もちろん本名でマックランクと呼んでくれても OK だ。うん。なるほど。ツルハシを売ってくれるのかな。うん、なるほど。まあ、この辺のね、鉱山の相次ぐ閉鎖で、うちの店も資源が尽きてしまっているんだよと。というわけで、今は特になさそうですね。で、端には、ちょっとやっぱこういうの見ると端に走っていきたくなるんですが、まあ特に何もないと。OK。じゃあ、やっぱり潜ってみるかって感じですね。掘って掘って掘りまくるゲームということなので。じゃあ、ちょっと行きますか。ちょっとこれを炎に気をつければ、あ、これはダメか。これどうやっていい？もういいのかな？どんどん下行って。とりあえず、これな、こういうところ見たら、あ、やっぱりあるある。さあ、あれめちゃくちゃ怖いんですけど、敵かな？あ、敵ですね。敵って攻撃いいのかな、まあ、見た目違うところ行くと、うん、少し鉱石というか、お金かな、もらえますね。さあ、これ怖いんですけど、ちょっとやってみますか。うん、オッケーオッケー。攻撃もできる。かつ、炎も手に入ったと。オッケー、じゃあ、やっぱりこの、少しですね、色変わってるところとかをちゃんと掘って、もう見つけていくのがいいのかな。ああ、そっか。変な掘り方しちゃうと、例えば今僕左上に行きたいなと思ったんですけど、ちょっと苦労することになるから、まあ気をつけようねってこともあるのか。空中だと掘れないですね、多分僕の操作が間違ってなければ、うん、というところなので、多少高さを意識しつつっていうところもあるか。なるほど、ちょっとパズル要素もありますね。
おっと、あ、すごい。簡単に倒せる方法もあるのか。というわけで、ちょっと集めていきましょうか。まあ、いろいろ見つけて帰ることが目的かなと思うんですが。さっさと倒した。オッケー。じゃあ、なるべく。まあ、上には登れるんで。ああ、いいですね。こう、ちょっと削ってね、通路を広げていく感じ。なんかとても心が落ち着く。あ、ここはダメか。こういうとこ難しいな。どうしようか。あ、届くは届くの。ん？あ、ちょっとその先まで届くんですね。だから端とかにとてば、こういうちょっと一個、一マスの隙間あっても行くことはできる。お、あれ欲しいな。OK。とりあえずちょっと、これ以降はいけないみたいだから、まあ少し一回戻りましょうか。壁キックはね、すぐ簡単に覚えられます。あの、スマブラデラックスの壁キックぐらい難しいものではないので、簡単です。はい。じゃあ、ちょっとドロシーに。まあ、コツを掴んできたよね、と。うん。なるほど。クランキーは、ドロシーの父親だったらしいですね。はい。通話を強化してもらえば、もっと硬い土も掘れるようになるはずだよ、と。まあ、ここらはね、よくある、まあ、強い通話ですね。最近のゲームには。クラフト系のゲームにはよくある話ですけど、うん。なるほど。次のレベル。アンロック、シャープツルハシ。OK、じゃあちょっとセーブされましたね、はい。お。なるほど、シャープツルハシ。うん。カッパーツルハシですね、うん。はしご。はしご。はあ、そっか、やっぱこういうのがあると安心でしょうって感じか。まあ、とりあえず、シャープする箸で、いただきました。じゃあ、こうやって、どんどんまた、ちょっと行こうってところか。あ、すごい、ルートはこのままなんだ。例えば、じゃあさ、これでさ、あ、まだだか。硬いものってどこら辺までだろう。ちょっと待って。で。あ、ちょっと待ってくださいね。これ、オプションメニュー開いたんですけど、自爆ってありますね。まあ、ダメになった時か。装備を変える。ちょっと待って。ん？あ、でも待てよ。やっぱりこれ、うん。この岩が一撃で掘れるようになってるから確実に強くなってますね。壊せるはどこら辺まで壊せるようになってんだろう。あ、ここら辺か。OK, OK。結構硬さは段階ありますが、とりあえずここが壊せるようになってます。お、OK。なんか、新しい石も増えてきました。うん。ここはちょっとね、順次ゲットしていきましょうか。すごいですね。さあ、ちょっとなんか若干雰囲気が、これは壊せないか。ここは壊せる。うん、ここはやばいね。少し残しておいて、やっぱこういうのは壊す。おっと。あったあった。ちょっと体力注意ですね。はい。じゃあちょっとまた、たくさんね、金目のものは手に入れていきましょう。ちょっと横に展開していくか。ちょっと待って、これさ、上に、あ、そうか、全部繋がってるからそんな落ちてくるとかそういうこともないか。あ、これもう持てないってこと？かなぁ。なんか気になるけど、ちょっと一回戻ってみたりした方がいいのかな、こういう時は。ちょっと待って、火がないな。ちょっと燃料不足もあるんで、帰りましょう。ちょっと
まあそのカンテラの日かな、それがなくなった時にどうなるかも多少気になるんですが、一回戻りましょうか。よし、セーブしました。さあ、なるほど、もっと深く行けるはずよと。地底にはいろんな不思議な洞窟があるみたい。行って確かめてみると。いやと、ジョーさんはいろんなものを洞窟に持ち込んでいたみたい。なるほど、敵のことかな、バグがたくさんいるから、いたから。うん、はい。ジョーさんがいなくなった頃からなぜかバグが活動的になってる、なぜかしら。こうやってまたね、進んでは生産、進んでは生産って感じですね。はい、ちょっと一応クランキーにも話聞いとくか。ほう、 HP を回復する、はしご。あー、なるほどね。ここはツルハシのためにお金貯めとくかな。うん、まだ大丈夫でしょう。うん、お金貯めます。じゃあもう一回。じゃあね、ここら辺はちょっとどんどんね、カットを入れながらお金貯めていきましょうか。お、なんか1、おっと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 。わ、すごい。あ、それこそね、ミスタードリアのホワイトブロックみたいだなと思いました。まあ、ホワイトブロックっていうのは、ごめんなさいね、あれですね。ミスタードリアってパズルゲーム的な、その下に掘っていくアクションゲームなんですけど、まあいろんな色のカラーブロックがあるんですけど、ホワイトブロックって言って単独で繋がらないブロックがあるんですよ。だからちょっとそのブロックの下に入っちゃうと結構危険なブロックなんですが、まあ僕もね、よく殺されたんですけど、まあなんか、こういう感じで、下を開けてしまうと落下してくるものもあるので、今日注意ですね。はい。じゃあこの1って書いてあるところ、ちょっといいですね。はあ、別のルートに行ったんだ。おっと、怖い。へえ、ちょっとダンジョンチックになってる。オッケー。お、何これ。あたたたたたたた、マジか。オッケー。あった、危ない危ない危ない。へえ、こういう面もあるんだって感じですね。これはどうするんだ。これは大丈夫か。あそこにつけるかって話かな。キー目いっぱい。うん、大丈夫だ。ここは飛ぶ。あらら。わたたたたって感じですが、ちょっと頑張ってみますか。意外とアクション要素とかこういうとこで求められるんだね。さあ、ちょっといいとこ行ったんで、あー、難しい。あー、高いところからの落下注意か。難しいですね。壊れてしまいました。やり直す。あ、結構、復活はかなり手軽にできますね。まあ、ただあんまり、死んでばかりもあれかなと思うんですが。まあ、バグは倒す。上を壊し、はしご気になるんだよな。これ登れたりする。いや、違う、いや、違うか。背景か、これは。じゃあちょっと上ルートは危ないので、今はちょっと無視して、まあ、行けるところ進んでみましょう。あ、なんかある。なんだこれ。お、アイテムゲット。スピードブーツ。お、街に戻ろうって言ってますね。ダッシュ。おっと。なるほど。Y と方向ボタンみたいなもので、うん、ダッシュができますね。お、そうですね。これで今まで落ちてたところも平気になったと。まあ、ちょっとまた下とかになんかあるかもしれないんですが、一応ね、戻ってもいいよと言ってる、街に戻れとは言ってるんで、お、何これ。はぁ、まあ、よくあるテクニックではありますが、うん。ダッシュからのジャンプですね、はい。ここで落ちて戻る。うん、OK。では少しここら辺ね、やっぱり、来たからには、お金儲けたいなってところなんで、少し鉱石掘ってからまた戻りましょうか。さて、結構ね、まあ、そんなにそんなにじゃないけど、この今ね
ダッシュを手に入れたところから下のところで少し掘りました。まあそんなにまあまだ燃料とかも大丈夫だけど、少しね今上の方向に戻りながら取り損ねたものを回収して一旦戻ろうかなと思ってます。いやしかしちょっとね暗くなってくると不安だね。よいしょ。ではちょっとガンガン頭を打ちながら、よいしょ、戻りました。話しかけましょうか。あれ何を履いてるのと。ドロシーか。ああスピードブーツの話かな。なるほど。これもね女王おじさんのなんか残していったものっぽい感じですね。はい。うん、人ごさにはまだいろんなものが隠されているわと。おークランキーに見せたらなんかあるかもっていうことですね。では、オッケー。お金は結構ね、いろいろアンロックされましたね。じゃあクランキーに。ジョンの洞窟を見つけた。うん、あれはおじさんの洞窟だったんだ。おじさんなんか研究をしていたらしいですか。ギアとスチームに関するものらしいが、私みたいに何がなんだか。はい。はい。やつが洞窟に隠していたものを確認しておくべきだったなと。では、ここから普通の会話ですが。さあ、ちょっといろいろ増えました。あ、なるほどね。明るくしたい場所にランプを設置できるようになったと。お金は30か。ノーマルポーチか。いやー、どっちも欲しいんだよな。ここは、いや、カッパー強橋じゃないか、ここは。そうだね。うん、これでお金も多分使いや、うん、集めやすくなるはずだし、うん。少し鈴を加えると、まあ、歯が強くなると。次はノーマルポーチかな。ランプか。ランプ持ってても、なんかちょっととりあえず買ってみましょうか。僕と探検しよう。OK。というわけで、うん。まあ、初回はこんな感じでいいかなと思います。ただね、まだまだと、ちょっとね、サクサクもうなんか新しい武器とかも手に入るんで、とても楽しくね、もう進めています。まあね、次回もちょっとね、文字通りサクサク掘っていこうかなと思うので、よければまたちょっとご覧ください。まあ、このゲームね、結構価格も、1000円かな。ちょっとあらかじめダウンロードだったら若干安かったんですけど、そんな感じなんで、うん、気になる人はちょっと見てみてください。あとね、新ワールドディグ2とかもあるんだっけ？うん、あとは、うん、という感じで続編とかも結構出てるみたいだし、もう発売されてるみたいなんで、うん、合わせてチェックしてみてください。じゃあね、第1回はそんな感じで、じゃあ今日はスチームワールドディグでした。お疲れ様です。失礼します。